上山古墳は奈良県柏原市に所在する終末期の古墳。2000年に柏原市教育委員会により発掘調査されている。磯波瀬古墳群中の山田高塚古墳へ改装される前の水戸天皇とその子息武富子の合奏墓であった古墳ではないかと言われている。2002年に国の史跡に指定されている。令和元年現在歴史公園として整備が行われている。 出土品歴史に行こう柏原市博物館展示。上山古墳は東西40メートル、南北27メートルの長方墳である。丘陵の南斜面を利用し、墳丘部分を削り出すようにして築かれている。墳丘の東、西、北はこの地上に集合が回っている。墳丘には東西に並ぶ2つの横穴式石室があることから、喪室墳と呼ばれることもある。 2019年まで、史跡整備工事を行っているため公開されていない。2013年1月15日、横穴式石室側面の石が崩落した。原因は地中に雨雪が染み込み森土が膨らんだためと推測された。このうち、東石室は、両袖式で、石室長13メートル、原室の長さ6.5メートル。 幅3.0メートルから3.2メートル、天井石は失われているが、残存降参。1メートル、沿道の長さ6.5メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートルの規模である。原室には、麻生用血行海岸でできた栗抜き機式の家型石管が置かれていた。排水口からは、バグの混同性、保養腐食金具、太刀の飾りにあたる。 水晶性ミワ玉が見つかっている。東石室は、同じ奈良県香料町の牧野古墳の石室と似ている、ことから六世紀末頃に築造されたと考えられる。西石室も、両袖式であるが、袖幅がほとんどないため無袖式に見間違えるほどである。石室長13メートル、建室の長さ5.2メートル、幅2.5メートル、こちらも天井石がほとんど失われているが、 高さ4.5メートル、沿道の長さ7.8メートル、幅2.3メートル、高さ2.0メートルの規模である。棺は失われているが、原室から麻生用血業海岸の破片が見つかっている。ことから石管が安置されていた可能性が考えられる。石室中央には、原室と沿道を仕切る、扉の軸受けとなる、敷見石が置かれている。日石室からは、がしており、 石室の特徴と世紀から、西石室は7世紀前半の中でも古い段階に築かれたと考えられる。両石室の被葬者としては、日本初期に水古天皇は628年に、子息の武田巫女の墓に合葬されたとあり、古時記には、大の丘の上にあり死を、後に家長の大量に移すなりとある。河内の磯端にある伝水古天皇寮に改装される、前の、 王の丘にあった二人の合相母であった可能性が考えられている。水古天皇は最初自分の遺言で溶接した息子の墓に合送されたもののやはり帝にふさわしい規模の領母が必要ということで家長に新しい領母が造営され二人の遺害が移されたということらしい。これには蘇我氏が自分の勢力範囲にある南河内に 歴代の天皇の領母を造営することで、己の権力を固めるといった政治的思惑も、働いたのではないかとの指摘もある。最初の水古量で石崩落なら、上山古墳石室石材が崩落から、雪や霜の影響か、上山古墳なら、上山古墳で、石室側面の石材が崩落最初の水古量で石崩落なら、上山古墳、ただし、 柏原市教育委員会による発表は2月12日。ありがとうございます。